順次これを許します。委員長、田中和則君。おはようございます。自民党の田中和則でございます。東日本大震災、そして東京電力福島第一原子力発電所の大事故という未曾有の国難に我が国が見舞われてから早1年が経過しました。不幸にして亡くなられた方々、そして被災されたすべての方々に改めてお悔やみとお見舞いを申し上げます。まず先日11日に政府が主催した東日本大震災の1周年追悼式典において、中華民国を代表として出席をされました台北駐日経済文化代表所の羅昆山副代表が指名喧嘩から外されたことについて、私は神奈川県日華親善協会、川崎市日華親善協会の2団体の会長を務めておりまして、遺憾の意を強く改めて表明する次第でございます。また私のもとに多くの皆さんから怒りの声がたくさん届いておりますことも申し添えておきます。私の地元神奈川県には世界一という中華街が横浜にございまして、平素より日本の人と台湾の方々との交流はまさしく長年の歴史の中にあるわけでございまして、まあ日本の観光の名所としても成り立っているのは、そういう人たちの中にコラボレーションがうまく機能しているからでございまして、改めて申し添えておきたいと思っております。大震災に中華民国台湾の国民が我が国に示してくださった温かい支援の心は誠に大きいものでありまして、またいただいた現金200億円は今回の震災についてはまさしく世界最大級の金額でありまして、日本人が台湾の友情にどれだけ勇気づけられたか計り知れません。藤村官房長官は12日の参議院予算委員会で事務方がすべてお膳立てしたと答弁されていますが、事務的なミスではないんではないかと、意図的ではないかと一般的には言われておるわけでございます。実は私の地元川崎では日本一の映画界でありますチネチッタがあります。この中にチッタデッラという大きなホールがございまして、ここで早朝からですね、夜遅くまで台湾の人たちに感謝をしようということで、若い人たちがですねイベントを一日中やって、IT を通じてですね世界に実は発信してイベントまでやってるんですよ。私も当然参加をしました。野田首相からは12日の参議院予算委員会で行き届いていなかったことを深く反省したいとの発言がありました。この点についてですね、閣僚の一員として、内閣の一員として細野大臣はどのようにお考えなのか、思いを持っているのか、お聞かせをいただきたいと思います。細野大臣。東日本大震災に起きましては、台湾の皆さんからですね非常に温かい、ご支援、励ましの言葉をいただいたというふうに承知をしております。私自身にも台湾 の友人というのがおりまして、そういった皆さんの方からもそういった励ましの言葉をいただいておりますので、本当に心より感謝を申し上げたいと思います。その上で3月11日の追悼式典において、総理からももうすでにお詫びの言葉が、ありましたけれども、失礼があったというふうに私も考えます。従いまして閣僚の一人としてですね、私からも、心より、お詫びを、申し上げたいというふうに思います。田中君。私は今日官房長官お願いしても来れなかったのかもしれませんけれど、驚いてるのはね、13日の記者会見でね、藤村官房長官が事務的事務レベルの
しきりに問題があったとは思わないと、国会の答弁と違うことを言ってるんですね。これはどういうことか、大臣ご承知かどうか、またそういうふうに一旦は国会の場でお詫びをしている、申し訳ないと非礼を詫びているわけですが、一方今度は記者会見の場ではね、問題なかったと、全然違う発言があるように私は伺っているんですけれど、これはどういうふうになっているのか承知してますか。細野大臣。大変申し訳ございません。経緯についてですね、私自身が直接担当しているわけではございませんもんですから、直接確認はしておりません。ただ、経緯ということではなくてですね、政府が行った追悼式典ですので、その追悼式典で、台湾の皆さんに失礼があったという、この、結果をもって、しっかりお詫びを申し上げるべき性質のことではないかというふうに感じております。田中君。非常にね、この発言の真意というものを、私もご本人に確認しなきゃいけないとは思うんですけれど、総理が詫び、ご本人も官房長官として問題があったという認識に立ってのご発言があった後にですね、記者会見で問題がなかったということになるとですね、これは実は大変な話なんですよ。細田大臣にこれ以上お尋ねをしてもですね、これ解決する話ではないんですが、内閣の一員としてね、ご認識を持っていただいて、ぜひ一つ総理はじめ官房長官にもこのような私から発言があったということは伝えていただきたいし、きちっとしていただきたい。台湾側からは日本の不手際について正式な抗議はありませんが、しかしながら今回の件に限らずですよ、地震以降台湾の主要紙への感謝広告の掲載が漏れて一月遅れになったとか、文科省が制度化した被災地私費留学生の援助制度の対象から台湾国籍の学生が一旦外されたことがあったと、本当に次から次にですね、これでもかというぐらい例を欠いたことがね、起こってるんですよ。一方、3月13日に台湾の国会である立法院本会議において楊外務大臣は、義援金は思いやりの結果で感謝を得る目的ではない、日台関係は花束一つで揺るがない、こういうご答弁をいただいてですね、これはね、何か大きさが違うように、私は本当に日本の政治家として、国民の一人として恥ずかしいなとつくづく思っておるところでございます。ぜひ一つですね、こういう思いを持っているということを、一つ大臣もそうだと思いますけれど、これはね、ちょっと軽くできえない。世界中の人たちから日本というのは礼節の国、礼節の国民じゃないかと、この姿形は何だろうと、まさしく嘲笑の対象になると思いますが、もう一度大臣お答えください。細田大臣。今の田中先生からのですね、台湾の、皆さんのですね、お言葉、であったり、行動であったりということを聞かせていただくと、改めて本当に日本に対してそれだけ気持ちを寄せていただいているということに、もっともっとしっかりと、感謝をしなければならないというふうに、思っております。個別の政府の対応について私もすべて詳細に承知しているわけではありませんけれども、そうした台湾の皆さんの気持ちはですね、我々政治家がきちっとやはり受け止めなければならないということを改めて感じた次第でございます。田中君。日本の終戦の戦後賠償の話等においても、当時の中華民国はまさしく日本からは賠償を求めずと、美徳法縁という有名な言葉を発してですね、日本の戦後を助けてくれているわけですね。いろんなことをもう一度私たちは改めて謙虚に考えなければいけないなと、このように思っております。次に移ります。明後日日曜日に3月18日、私の地元の JR 川崎駅において、細野大臣、お見をいただけると、大変ありがたいことだと思っております。公益処理促進のための
街頭キャンペーンを実施をいただくと、黒岩神奈川県知事、安倍川崎市長、林横浜市長もご参加され、そして私もいつもその時間駅で演説する時間なもんですから、ちょうどダブったもんですから、ぜひ一つ参加をさせていただきたいとこのように思っております。環境省の方からもご提唱なご案内をいただきましてありがとうございました。まあ、ぜひ今日のこの委員会にいらっしゃる先生方にもね、川崎の駅とに日曜日午後4時からでございますので1時間でございますが、ぜひご一緒していただければありがたいなと思っております。そしてまあ、細野大臣の地元静岡県の島田市の桜井市長さん、まあ議会の方のご承認もあってですね、瓦礫受け入れを表明されたと。まあ大臣の地元中の地元でございましてね、まあ、本当に大変な成果であったなと、朗報であるなと喜んでおりますし、まあ私の神奈川県の悪戦苦闘ぶりと比べるとですね、随分まあ違うなという思いもします。私どもの地元も含めてのこの公益処理についてお尋ねをしてまいります。まず本日瓦礫の処理、特に、まあ公益処理について野田総理がまあ被災地3県及びすでに処理を始めている東京都や受け入れを表明した静岡県等を除く道府県と政令市に受け入れ要請の文書を発送するということだそうでございますが、はっきり言って1年過ぎて今ですね、なんでこんなに遅くなったんでしょうか。公益処理っていうのはもっと早くやらなきゃいけないんだってみんな言ってたじゃないですか。当時から言ってたんですね。なんでこんな時期になっちゃったんですか。1年も経ってからの発送になるんですか。細野大臣日曜日に田中先生もご参加いただけるということでありがとうございます。これは党派を超えて、そういった形でご支援をいただけるのは本当にありがたいですので、神奈川県でも皆さん、首長の皆さんは一歩前にということでやっていただいてますので、協力して結果を出すことができるように努力をしたいと思います。要請が、まあ、本日に至った経緯でございますけれども、これまでもですね、実質的には、特措法を通していただいて以降ですね、私も環境大臣に就任をしたのは9月でございますが、その後もう個別の要請はしておったんです。ですから東京都が受け入れをしていただいて、その後も、まあ、神奈川県、静岡県、まあ、東北はそれより先になりましたけれども、それぞれの地域についてさまざまな要請はしておりました。その一方でその法律の要請文書を出すということについてはですね、検討はしてきたわけですけれども、それぞれの自治体の事情というのもありますので、そこは最終的には自治体の持っている処分場であるとか、さらには焼却施設を使わせていただけなければならないということもあって、やり取りの中で自治体から声を上げていただくというのが、方法としては適しているのではないかと考えておったわけです。しかし、まあ、この住民の皆さんの中にどうしても反対される方が多くて、前に進まないというそういう自治体が多くございました。黒谷知事からも、まあ、法的なところに踏み込むべきではないかというご提案もいただきました。まあ、政府の側としても準備を進めてまいりまして、その時期ではないかということで改めてですね、法的な要請を出させていただくということに、した次第でございます。でもちろんこれからも自治体の個別の事情というものにはしっかりと我々目を向けていかなければならないというふうには思っておりますが、要請をする以上はですね、結果を出すことが求められますので、さらに踏み込んで個別のさまざまな自治体に対してですね、働きかけを強めていきたいというふうに考えているところでございます。田中君お地元のね、島田氏には大臣の心が伝わった結果だと思うんですよ。一時が万事でですね、島田氏と同じようにですね、大臣が必死に行動されればですね、私はきっと心が動き、国民のほとんどが当然だと思っている公益処理にご協力をいただく基礎自治体がどんどんと私は手が上がってくるんじゃないかと、このように思っているんですね。
遅くなったことはもうこれは本当問題だと思いますけれど、まあ、次にちょっと移りますよ。2253万トンと言われるがれきの総量というのは、実はこれはどういう数字なんですか。これで今回の大震災のがれきは全てなんでしょうか。細野大臣数量が非常に多くございますので、それぞれの自治体の状況を見てですね、まあ、これは全部計量しているというわけではなくて推計をしているということでございます。今ご紹介をいただいた2250万トンちょっとの、この災害廃棄物の発生量というのは、被災3県である岩手県、宮城県、福島県3県のものを合計をしたものでございます。まあ、その他の地域でもですね、地震などによって発生をしているところはあろうかというふうに思いますが、そうした地域においては処理が十分その地域で可能な量でございますので、被災3県ということで合計をして測らせていただいているのはですね、まあ、日本全体で考えていかなければならない課題だということで、こうした数字を掲げさせていただいているということでございます。田中君。まあ時間の関係もありますから前に進みますけれど、私が調べますとね、これは津波の地域だけでね、地震で崩れた少し内陸部の部分からのがれきは入ってないっていうんですね、現地で聞いてみると。だからこの数字は実際に3県の負担あるいは3県の処理をしなければならないものの数字ではないんですよ。実はそれをきちっとある程度市町村レベルでですね、もう一回きちっとヒアリングをして数字の確認を行わないとね、これはやはり、その自治体自治体でですね、狂いが生じてくるし負担が大きくなってくる。この点についてはどうですか。伊藤廃棄物リサイクル対策部長。先生ご指摘のとおり、この2250万トンというのは津波でやられた沿岸の地域のみのものを計上しております。もちろん内陸市町村のですね、津波災害廃棄物の発生量を我々推計しております。ただその値は沿岸地域に比べてですね、非常に小さいと。でなおかつそれは地元でですね、自分対応できるものであろうということでですね、各県における処理計画もこの沿岸地域に焦点を当ててですね、計画を作っているとこういう状況にあるわけでございます。田中君。これはね、今の答弁ではとても納得いかない話でね、やっぱりその各市町村にとってはですね、それはね、簡単に処理できるとかですね、どうだこうだっていう話じゃなくて、全体的な話の中できちっと捉えていく。津波によって起こったがれきはいくらと、あと震災で起こったがれきもあるわけですから、こういうものをですね、トータルでやはりきちっと科学的に合理的にですね、環境省を対応しなきゃいけないこと、当たり前のことです。これはね、ぜひ一つこれはやってください。数字が分かってるっていう話じゃなくて、お互いにね、数字っていうのは正しくものを把握するために使う道具ですから、これにですね、きちっと例外がたくさんあったんではいけないんですね。私が聞いてるともう相当がれきがあるんだと、まあ、どこからががれきなのかという問題もあるかもしれませんけれどね、まあ、実際に使えなくなったうちも壊せばそれはがれきというのか言わないのかという問題もありますけれど、これは結構自治体でね、現地で負担になってるんですよ。ですからこの数字というものももう一回改めて確認していただきたい。さて、大きな問題ですけれど、このですね、処理についてですね、まあ、もう大変な数字でございますよね。現在で岩手、宮城、福島合わせて 6.7%、しかし政府の計画では26年3月までに全てのがれきを処理をすると。これはまあ国会答弁何度も繰り返しておられますけれど、なぜ今まで 6.7 しかできなかったかということと、あとのですね、大変な数字ですよね。これはもう 90% ですよね。 90% 以上ですけれど、このことをですね、
あと2年でどうやってやるのかと、これみんなからの大変な疑問であると同時に心配の種なんですけれど、これはどういうふうにご答弁されますか。厚生大臣。今ご指摘いただきました通り、現段階においてはですね 6.7% から、もう少し数字は、毎日上がってはきておりますが、若干上がった程度で大体その程度にとどまっておりますので、限定的な量になっているということでございます。こうした1年経った中でまだ処理がこの程度しか進んでないということに関しては私が責任者でございますので、お詫びを申し上げなければならないと、被災地の皆さんに特にですね、そのように感じております。そのスピードがなかなか上がってこない理由でございますけれども、いくつか原因がございます。一つは今田中委員の方からもご指摘ありましたとおり、広域処理がなかなか進まなかったというのも、一つこれは原因でございます。徐々にそこには動きが出てまいりましたので、これを加速化をさせたいと思っております。でもう一つの原因といたしましては、2200万トンのうちですね、1800万トン程度は被災地で処理をするということになっておるわけです。でそれがなかなか進んでこなかったということがございます。この被災地で利用する方法としてはですね、例えば、防災林で使ったりとか、そうしたことをはじめとした再利用を進めるというのは、まさにこれからですね、具体化してきておりますので、始まるということでございます。もう一つは実際に処理をすると、仮設の焼却施設を作って、そして処分をするというこの考え方でございますが、これだけの大量の廃棄物が発生をして、仮設の焼却施設まで作ってやるという経験はこれまで日本の場合はほとんど、ございませんでしたので、この仮設の焼却施設の建設がですね、なかなか進まなかったというのがもう一つ事情としてはございます。現在稼働しているものが5基、まもなくそれぞれ順次立ち上がりまして、25基までは目処が立っております。でそれが稼働し、さらには分別のですね、設備というのも稼働しだせば、被災地でのですね、この処理というのも進んでくるというふうに思っております。したがいまして、今のペースで1年間で、7% だとするとですね、これ3年間だと20ちょっとぐらいしかいかないわけですので、このままのペースでは全く処理が進まないわけでありますが、ここから被災地の処理も、さらには広域処理も含めて加速化ができるというふうに思っておりますし、やらなければならないとも思っておりますので、そうした中でですね、この平成26年3月末までの処理というのは、これは守っていかなければならないというふうに思っているところでございます。田中君。大臣の答弁だけで伺うとですね、できそうにないなというご答弁のように聞こえました。これね、もう最終処分の福島県外っていう話もね、それ30年以上先の話とは言いながらも、福島県民の皆さんから見るとですね、本当にそれもやってもらえるんだろうかと。それから瓦礫の処理、これもあと2年で 100% 片付くんだろうかと。これは相当眉唾じゃないのかと。国会っていうのは大丈夫かいと。国会議員も大臣もやりとりは聞いてると、もっともらしいこと言ってるけど、本当にできるのかと。常識的な数字じゃないんじゃないかと。こういう話がたくさんございましてね、もうこれはもう私も立場もありますので、再度この点は大臣からきちっと答えてもらわなきゃいけない。それからさっき言ったようにね、瓦礫って言うんだけど、津波の瓦礫はそうかもしれませんが、その他の廃棄物もたくさんあるという把握が、さっきの政府委員の答弁でも何か曖昧もことしてですね、これは結局処理する上ではね、地元の人たちは同じ負担がかかってくるわけですよ。当然のことですね。こういうこともですね、明確にしてですね、お互いに信頼度を高めていかなきゃいけないんじゃないですか。もう一度大臣の答弁を求めます。厚生大臣。
内陸部の方のですね、災害廃棄物については今非常に貴重なご指摘をいただきましたので、再度処理がどの程度進んでいるのかというのを私自身も確認をしたいと思います。数字でご紹介しますと、岩手県の場合ですとですね、沿岸部が、480万トンございます。それと比較をすると内陸部はですね、400トンという数字でございますので、400トンという数字自体も、もちろんそれぞれ、家屋が解体したりしている数字ですので、大変な状況ではあるんですが、処理量としては、問題がない量になっております。一方で宮城県とか福島県ですとそれぞれ、160万トン、さらには130万トンということで、一定量発生をしております。でこれまでは数字に処理ができると域内で、それは問題なく処理ができるということでですね、加えておりませんでしたが、どういった形で処理ができているのかということについては、やはり直接確認をする必要があるというふうに、改めて感じましたものですから、それは直接やらせていただきたいというふうに思います。でご指摘の平成26年3月末までに処理ができるのかということでございますが、この目標はですね、絶対に達成をしなければならないと思っております。その一方で被災地に行くと常々感じますのは、我々が作った目標ということが守られるか守られないかということが重要なのではなくて、被災地の、そこで生活をされている方々の目にですね、瓦礫が見えない状況になることが最優先ではないかというふうに思うわけです。で特にまだ3月ということで、大きな、それこそ例えば問題はもちろんあるわけですけれども、灰が発生をするとか、発火をするとかいう話は最近だいぶなくなってきておりますが、夏に向けてですね、やはりいろんな問題が出てくる可能性がございます。ですからその時に、被災地からですね、そういった状態ができるだけなくなっているという状況がですね、私は最も大事ではないかと思っております。したがって我々の目標を達成するために、とにかく形だけ整えるということではなくてですね、被災地の状況を少しでも良くすると。で今年の夏は、全てというわけにはもちろんなかなかいかないと思うんですが、できるだけもう一度仮置き場の中でも住宅が近くにあったり学校が近くにあったりする場合はですね、そこからどうやったら取り除けるのかということを考えなければならないし、できればできるだけ被災者の皆さんの目に届かないところに瓦礫をまずは持って行って処理をできるところに持っていかなければならない、そういったことについて最大限の努力をしてまいりたいと思います。政治に対する信頼の問題も含めて今ご指摘をいただいたのはもう大変ごもっともなお話でございますので、大事なのはですね、言葉ではなくて、結果であると、そういう思いで進んでまいりたいと考えております。田中君。時間の関係がありますので少し結論に持っていきたいと思いますけれど、実はですね、今回先ほど指摘しましたように広域処理と言いつつもね、国の対応が非常に遅れたということや、大臣がもう島田市のこと何度も挙げて恐縮なんだけれど、島田市はできたわけじゃないですか。だから大臣がね、頑張ればできるんですよ、ね、今山形県が4万9600トン東京都が4580トン青森県が300トン、今後、いろいろと秋田県、そしてお地元の島だとか、こういうふうにしていくと思うんですが、全体から見るとね、こんな数字ではですね、あと2年でですね、肩がつくはずありませんよ。当然、職員の人が手紙を出すことによって、各自治体をお願いに回られることは当たり前だと思うんですが、一方において、焼くことと、役といってもバグフィルターはじめですね、いろんな住民の皆さんの心配が除去できるような施設を持っているところで、しかも処分場も持っている、こういう自治体やあるいは組合の組織になっているようなところにですね、大臣、場合によっては総理自身もですね、出向いていただいてですね、こうして2年間で型をつけるんだということをね、態度で示さなかったらね、これ誰も信じませんよ、これ。数字だけ見たって、どうしようもないですもん。
目の前に見えてなくなればいいんだけど、根本的にはそういう問題じゃないですね。日本の国そのものが変わってるわけですから、この認識に立ってですね、そういう動きをしてみたらどうですか。細田大臣。これまでもですね、個別の自治体の首長の方に働きかけるときに、例えば被災地であればここの町のこういうゴミであればどうだろうかというようなことはですね、私からも打診をしてまいりました。で、具体化しますとですね、動きが徐々に出てまいります。特に非常に効果があるのは、島田市もそうですけれども、検討していただくときにですね、首長の方はもちろん地元の議員さんであるとか、また自治会長さんなんかが、この場所であればということでご紹介をしますとですね、例えばバスで行って現地を見て実際にそこで測るということもやっていただけるわけですね。で、そのことによって、島田市は一歩前に進みましたし、他にもいくつか自治体でですね、そういう動きが出てきております。ですから大事なことは一般的な要請にとどまるのではなくて、具体的にここのこういったゴミをお願いをしたいという要請をしてですね、そしてそのアクションにつながるような形に持っていくことではないかと思っております。要請文は今日、一般的なものは出させていただきますけれども、すでに具体的な検討していただいているところにはですね、どこのゴミを、どれぐらい、どういう種類のものを、引き受けていただきたいという、そういうですね、具体的な要請文に踏み込みたいと思います。で、その場合は、これは例えば、職員が持っていくとかいう、そういう種類ではなくて、私がですね、できれば、ちょっとそのいくつか自治体がありますので、すべてというわけにはいかないかもしれませんが、基本的には私が直接責任者である首長の方にお渡しをして、これでなんとかお願いできないか、そういう直接的なですね、要請をするべき時期が来ているというふうに考えております。田中君。私少し誤解が出たのかなと思うのは、報道も少しあったんですが、国の代行ということですね。これは特措法においての法律のことですからできなくはないんですけど、国の代行って言ったって現実には国有林がどこにあろうとも、その地域の皆様にご理解が得られない限りですね、国がやろうとも同じことなんですよね。だからあくまでも基礎自治体にお願いする、そして都道府県知事さんにも共にご協力をいただくということが一番基本だと思うんですね。そこでですね、神奈川県の話でございますが、県の管理している横須賀のところは、産業廃棄物の実は処分場なんですよね。ですから地域の住民の皆さんからすれば、降って湧いたような話で。で、一方において、もう、川崎市とか横浜市は焼却場を持ってるし、処分場もあるわけですよ。川崎市も大臣お見えになるわけですね。そうであれば、量は別にしても、県内のコンセンサスを得るための大切な一歩として、わずかでも横浜市や川崎市の処分場に、全く問題のない灰ですから、引き受けていただいて、一方で横須賀の皆さんにも丁重なお願いをすると。これが私は最良だと思いますけれどね。川崎市は私の家の近くですけれど、下水道の焼却灰がセシウムが含まれているものですから、そのまま袋に詰めて放置してある。それを先に埋めなければいけないという事情はわからなくはないんですけれど、その事情と広域処理の事情というのは同時進行でありますし、広域処理の方が今重要に考えざるを得ないほど、2年の話を考えるとですね、私はあると思うんです。自治体の事情は皆あると思います。ぜひね、川崎市長や横浜市長ご一緒にキャンペーンやるわけですから、ぜひ大臣直接ですね、ご依頼をされたらどうですか。私は非常にこれはね、効果的だと思いますけど、いかがでしょうか。細野大臣。わずかでもご指摘の通りですね、神奈川県の場合には、
県ももちろん非常に大きな施設を持っておられるわけでありますが、一方で横浜市、川崎市、そして相模原市と3つ指定政令指定都市がありまして、それぞれ処理においてもですね、力を持っておられます。まあ、したがってすでにそれぞれの自治体の首長の方からはかなり積極的なご発言をいただいておりますので、それぞれにもですね、要請をさせていただきたいというふうに思っております。で、今どういった形がいいかなと思ってですね、若干まだ、決めきれておりませんのは、まあ、神奈川県全体でこれぐらいお願いしたいと。で、その中で横浜市、川崎市、そして、相模原市ということでそれぞれ分担を決めていただくというやり方がいいのか、もしくはですね、県にはこれぐらいお願いしたい、でそれぞれ政令市にはそれぞれこういう形でお願いしたいというふうに具体化した方がいいのか、そこをですね、ちょっと今決めかねておりまして、やはり連携をしてやっていただくという意味では総量をお示しをして、その中についてはそれぞれ分担をお願いするのかなというようなことで、今考えておるんですが、もし、私が質問するのも変なんですが、田中先生の方で、お考えがあればぜひ聞かせていただければ幸いでございます。田中君、全体的にはね、日本全国都道府県ごとにですね、いろんなイメージがあると思うんですよ。ただやはり最後は地域の住民の皆さんですよね。最低でも議会ですよ。そういうふうに考えたときに、住宅の地域とか住んでいらっしゃる人たちがいっぱいいらっしゃるそばっていうのは、なかなかこれは説得が難しいんだろうと思うんですね。東京都も、まあ、非常に石原知事の素晴らしいリーダーシップで言ってますけれど、やはり周りに人が住んでいらっしゃらない、比較的臨海部のこう隔絶した場所だということも、私はうまくいってることなのかな。そうすると川崎だって処分場は人が住んでいないわけですから、あの周りは私が一番近くかもしれませんけどね。横浜だって理屈同じですよ。そして寮全体は後々のこととしてみんなで協力しようと国民の皆さんがほとんど思ってるわけですから、当然地域の住民だって皆さんね、もう分かってるんですよ。ですから入り口の部分、扉を開ける部分を大臣が自ら一つ、川崎も横浜も、まあ、境原村もお願いできればですが、日曜日はまあ横浜市長、川崎市長同席ですから、ぜひ一つお願いしますといえばですね、私はね、検討してもらえるんじゃないかなと。議会の人たちにもね、声かけて我々も行けるんじゃないかなと、こう思うんですね。実は黒岩知事とも昨日夜電話でちょっとね、打ち合わせしてあるんですけれど、ぜひね、大臣やってみてくださいよ。大臣の熱意がね、島田と同じようにね、日本全国に伝わったら大変なことじゃないですか。2年でやるってことは我々野党、自民党だって責任あるわけですから、これは。ただ、ダメだダメだと言ってんじゃなくて、我々も協力しますからね、やってみましょうよ。どうですか。細野大臣。力強い本当お言葉ありがとうございます。本当に皆さんにこうして一緒にやっていただいていると、まあ、お手伝いいただいているというよりは一緒にやっていただいているというそんな、本当に思いをですね、改めていたしました。まあ、日曜日に参りますので、そこで直接ですね、少なくともそこに来ておられる、首長の方々には要請をさせていただきたいというふうに思っております。まあ、できれば先生に、そこに来ていただけるということでございますので、ご同席をいただければ大変心強いというふうに感じております。はい、よろしくお願いします。はい、田中君。もう時間が実はもうほとんど来てまして、本当は先日ダーバンに私も衆議院の2人、近藤人と参議院のお二方の先生と参りましてね、まあ、非常に今大変な会議に出席をいたしました。まあ、改めてですね、このダーバンのことについてはまた質問の時間を得ることができれば、いろいろと日本のやはり私は孤立化というものも心配するんですよ、ね、アメリカ中国それはいろいろとあるんですけれど、やはり日本の形がですね、カナダとどう違うかといったときにですね、
見ようによってあまり違わないですよね。とにかくこれからアメリカを説得し、中国を説得し、本当に価値のある COP17、ごめんなさい、地球温暖化防止のですね、姿形を作っていくために信用されるかされないかですよ。僕はね、鳩山さんのあの25マイナスの話からね、急に日本はね、ダッチロードが始まって、そして地震も来てこうなったと、こういうことで心配しております。これを最後に申し上げて時間参りましたので、私の質問を終わります。ありがとうございました。